ホーム関市駅は、静岡県浜松市東区関市町にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は10。島式ホーム1面2線の地上駅。駅舎はあるが、終日無人駅である。駐輪場は、駅の北西に存在する。早朝深夜の一部時間帯を除き、列車交換が行われる。港内踏切の関係上、上り、新浜松方面列車が、 西側ホーム、下り西鹿島方面列車が東側ホームを使用する。道路線の一般的な列車交換駅とは、ホームの使われ方が正反対である。開業当時の地名は、浜名群席志村大和上大瀬だったため、仮駅名は、大瀬駅や上、大瀬駅であったが、駅設置時に土地を提供した地主からの要望で、松木駅と命名された。その後、1955年に、 関市村が浜松市に編入され、浜松市関市町に改名されたことから、駅名も現在の関市駅に変更された。関市の地名は、企業の名称から取られた全国でも珍しい地名で、その由来は1875年に当時に、設立された地域の教育や、山岳を振興させるための組織である関市公社にちなむ。当時浜松県令を務めていた、林光徳が、 前漢の思想書、ナンコに記された、私を静止公に譲り、章を積み手大いに致すという一文を取り上げて、赤子校舎と名付けたのが始まり。その後1908年に有田間村、中軍村、小野田村、半田が合併した時に、赤子の名の通り、三つの村が富を詰められるため同じ意志を持てるようにという意味合いで正式に、赤子村に改称した。 2019年度の乗車人員は34万8673人、校舎人員は34万3395人である。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員及び、校舎人員は次の表の通りである。ありがとうございます。